はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は、KN でドミネーションやっていきたいと思います。途中参加ですが、まあ、始まったばっかだと思うのでやっていきましょう。ちょっとビーポが取られてしまっているが、さあ前に1枚ぐらい2枚ぐらいな。 OK、 1キルカット。左で赤点出てますね。 OK、 これを倒してセンター1枚ぐらいいそうだな。お、多分こっち来てるね。あー、2人来ちゃったか。これはちょっと無謀でしたね。うん、よし。さあ、どうやって B を取ろうかな。まだ、手前もいたね、今。で、あれなんだよね、これ、KN、グリップついてないから、今回のは、頭しかちょっと難しい。なので、なんだろう、どっちかというと、こう、ちょっと近距離で戦うような、近中系の、イメージで、やっていきます。今日は、おお、ナイスキル。これも拾っとこうかな。弾なかった。よし。魂倒してヘッドショット。けどダメージが強いんでね。一生入ると非常に強し。あ、まずい、これは。登り動作、登り動作。オッケー、ダブルキルありがたい。さあ、ちょっと前押そうかな、これは。待って、いるいるいるやんけ。ナイスキル。さあ、まだ来るぞ、こっち。味方が B 取ってくれてるから、抑えようかな、こっち。前を。昨日はね、昨日じゃないか。前の動画は SMG でのドミネーションだったんですが、今日はアサルトライフルということで。お願いします。今いたな。ダメージ強いのほんといいよね、KN。やっぱ、COD は初期武器が強い。右サイドも来そうかな。セントリー、お、入り込んでたか。1キル。危ね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 。弾がないぞ。何これ、ローカス。君 VMP 持ってない？それ。ドレッジだった。僕、どう見たらこれが VMP に見えたのか、私は。ちょっと目がやばいかもしれない。ちょっとこれはね、3点取りって、負けてるからね。いっちゃいましょう。ちょうどね、ラプスが出そうなんだよね。出るかな、出るかなって。なんか嫌な音がする。OK、ラプス展開。さあ、レイスも一気に出しちゃいましょう。さあ、負けてるから、こっからどん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 、点差を縮めていきたいですね。最近ね、僕、サイスにめちゃめちゃハマってるんだけど、これ強いよね、やっぱ改めて思うけど。ただ、あの、ローグとか、ローグだっけ、ブラックジャックか。速攻で落とされとる。ローグとかで出せた方が、やっぱお得。あれ強い、ほんと。普通のサイスだと、やっぱ、溜まるまで時間がすごくかかるから、そこがちょっとあれだよね、弱点。まあ強いから仕方ないんだけどさ。 OK。 もうびっくりした。なんか今ハイブがあるような気がした。よし、ピーポーさすがに大丈夫だね。さあ、列車が来る前に抜けておきましょう。やばい、エイムやばい。あぶねえ。あぶねえ。間違えてスライディングしちゃった。あぶねえ。あぶねえ、マジで今の。よく生きてたな。マジ死んだかと思った、今の。本当に。本当に本当にやばかった。冷や汗出まぐり。もう。いるぞ。後ろいる。これ登ってくるかな。やばい、俺何してんだ。あ、ドレッジの持ち主さん、そこ上がってくるね。この赤点下かな、下っぽいね。やばい、ストックついてない。すげえやりえづらいって言っても、やっぱこの銃クソ強いわ。チートですわ、やっぱ。さあ、このレイスは取っときたいな。たまには下から行ってみたりする。敵のブーストがあるね、上だから味方が。うわー、あと1キルラプスの時なんで実況中こういうのが起きるんだ。しかもなんかあれだよ、 COD あるある、あの拾った武器の持ち主にやられるやつな。この前も動画で話したんですけど、27日の午前2時ですね、ついに WW2 新作の情報が、初トレーラーが出ますよね。まあ、これまた動画で話したんだけど、いや、もうめちゃめちゃ楽しみ。本当に本当にCOD が原点に戻る。ついにこの日が来た。本当に楽しみ。もう何回言うんだか分からないけど、本当に楽しみ。
ね、ちょっと美容水とか IW から入った人はちょっとね、これ COD ってもしかしたらなったりするかもしれないですけど、まあね、もともと COD はこれだから、ぜひ、まずそうだね、第二次世界大戦を、多分もう確実に第二次世界大戦だとは思うので、その世界観をね、楽しむためにやっぱ映画とかね、見たらいいと思います。僕的に。僕プライベートライアン大好きです。もう名作中の名作だけど、知ってる人もね、多いと思うし、見た人も多いと思うんだけど、やっぱり改めて思うけど、やっぱ、すごいいい映画だよね、あれは。あれを見ておけば、絶対楽しめると思います。第二次世界大戦のあの空気、雰囲気とか世界観というか。まずい！ここに落とす、ここに落とすの。マジか。やばい、B 取られそう。GG な試合展開になりそう。もうちょっとなんか第二次世界大戦についても話していきたいな。ちょっと待ってね。それどころじゃないぞ。いやー、セントリーまだあった。ごめんなさい、僕 EMP 装備とか、ブラインドアイ装備とか、ブラインドアイじゃねえか。あれがね、用意してないんだよね。悪いけど。僕はね、第二次世界大戦に一番好きな銃は、やっぱ米軍のあのトンプソンなんだよね、トンプソン。短機関銃っていうのかな、あの時代。まあ、SMG ですね、いわゆる。あの拡張マガジンのドラム式のマガジンがついたのはよくトミーガンとか言われてるけど、あれがすごく僕は好きです。ワールドアットウォーの時とかもあれすんごい使ってたな。おそらくというか、あのね、リークされた画像にもトンプソンバッチリ映ってるから、さすがにね、あると思うんだよね。あぶね、めちゃめちゃ楽しみ本当に。ここまでね、あ、こんなとこ置いたら壊されるに決まっとるやんけ。あの列車にちょっと右に行けましょう。さっきちょっとね、左ばっかいたんで、ちょっとはたまには右に行きたい。ちょっと下から行ってみようかな。ここはね、水中があったんだった。さあ、あのね、右の部屋に張り付くのも強いんですが、敵がどっちに流れてるかな。左に流れてるかな。1キルして、お、サイス出たね。ちょっとね、僕これはリスを荒らしに行きたい気分なので、ちょっと裏に行きまして、サイス展開。サイスキャンセルが無意識にできたぞ。どれっちフェイス出して逃げまーす。さよならさよならって。細い、今日の俺細いぞ。すごくここに入りつきまして、1キルすればラプス展開。そこいるんだよね。次ここはジャンプして上から奇襲かけたけどやられてしもうた。さあ5です。なかなかのデスの少なさじゃないですか。しかも結構新作について話せてる気がする。みんな第二次世界大戦の武器どれが好きかな。結構やっぱ現代戦のね、銃が人気だと思うんだけど、 AK とか M4 とか M16、まあ、あの時代だとねそういうのはないんですけど。そうね、ライフル系だったらないかな。多分ね、強そうになると強武器となるような気がするのは、あの時代でフルオートのいわゆるアサルトライフルっていうのがドイツ軍の MP44 だっけ、あれとかぐらいだからね。結構それが強武器になるんじゃないかな。ワールドアットウォールの時はなんだったっけ、忘れちゃった。ドイツ軍のSMG、 あれが非常に強かったんだけど、今作はどうなんだかな。これはね、トンプソンが強いことを祈る。トンプソン大好きだから、トンプソンを使いたい。初期武器とかでトンプソンありそう、なんか空打的立ち位置で来そうな気がするな。そこでモールランしてるの見えたんだよな。え、あ、というわけで5です。かなり、ね、デスの少ないいい立ち前だったんじゃないでしょうか。というわけで、第二次世界大戦のね、COD、Call of Duty 2のキャンペーンとか、ぜひやってない人はやってみてください。というわけで、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。お疲れ様でした。